はい、どうも皆さん、こんにちは、ゆずこです。それでは今回なんですけども、セブン銀行 ATM から取引するだけで、現金1000円が抽選で当たる、みんなの銀行を使えば手数料無料で参加可能ということで、今回はセブン銀行 ATM のキャンペーンについてですね、まあ、今月の頭から、ます、あ、でに始まっていまして、すでにご存知の方も多いと思うんですが、もしですね、まだ参加されてない方は、簡単に参加することができますので、ぜひ参考にしていただければな、と思います。それでは いしょうということで、今回紹介するキャンペーン、こちらですね、セブン銀行 ATM ご利用感謝キャンペーンということで、その場で当たる7000名様に現金1000円か、7万名様にセブンプレミアムのお茶 600ml、抽選で総計7万7000名様にプレゼントということで、こちら確実にもらえるというキャンペーンではないんですけども、基本的には誰でも参加することができます。で、キャンペーンの期間は7月の頭1日からすでに始まっておりまして、9月30日までの キャンペーンでございますで実際のですねキャンペーンの詳細を見ていきましょうキャンペーンの参加方法ということでこちらにですねまあ分かりやすい動画があるんですけども実際のページを見ながらですね見ていきましょうまあ、キャンペーンの流れはですねこの順番の通りなんですけどもまずは全国のセブン銀行 ATM で対象の金融機関でお引き出しお預け入れとご利用後に ATM に表示される QR コードを読み取るとまあ、いわゆるまあ、対象の銀行を使って入金とか出金をセブン銀行 ATM で取引を行った場合まあ、この q、R コードを読み取ることができるんですけどもその読み取った後にシリアルナンバーを LINE を使って送信をするとこれ後ほど僕も実践しますその後にアンケートに答えたらその場で結果がすぐ分かるというキャンペーンとなっております まあ、結構シンプルなんですよね。で、抽選でもらえる内容なんですけども、7000名様に現金が1000円プレゼントと。これはセブン銀行エ a t ムで現金が1000円もらえるらしいです。で、7万名様にセブンプレミアムのお茶 600ml がプレゼントと。これはセブンイレブンの店舗で引き換えができるみたいですね。まあ、対象の地域は今回全国ということでございますので、まあ、セブン銀行エ a t ムがね、近くにあれば、まあ、どこでも参加することができると。で、先ほど入金出金というふうにお伝えはしたんですけども、他にも振り込み、振り替え、ローン取引がま、対象ということでございます。 まあ、いずれかどれか使えばいいということですね。 で、今回のこのキャンペーン参加銀行ということで、結構ね、普通に、まあ、地方銀行もあったりとか、まあ、セブン銀行もありますし、他にも、まあ、こちらの動画で紹介したことがある PayPay ペイペイ銀行もありますね。あと、ゆうちょであったりとか、まあ、いろんなものがあるんですけど今回僕がピックアップをさせていただくのは、このみんなの銀行という銀行ですね。まあ、以前ね、動画で紹介したことあるんですけども、こちらがみんなの銀行というサービスなんですが、まだこの動画を見られてない方はですね、概要欄にリンク貼っておきますんで、こちら見ていただければと思います。 で、なんで今回みんなの銀行がおすすめなのかと言いますと、それがここなんですが、ATM の出勤手数料のところがですね、まあ、プレミアム会員とそれ以外の方ということで分かれるんですが、このプレミアム会員がなんと月15回まで無料で行うことができるんですよね、出勤が。ちなみに、プレミアム会員は今なら1年間無料で使うことができます。で、さらにですね、もともとみんなの銀行を使って、このセブン銀行 ATM で入金を行う場合は、もう入金自体が無料で行えるんですよね。で、出勤を行う場合は、通常会員 会員の方であればで110円の手数料がかかるんですけどもまあ、先ほどお伝えしたようにプレミアム会員の方であれば月15回まで無料で行うことができますんでまあ今回のこのタイミングでプレミアム会員になるのもいいと思いますちなみに僕はすでになっておりますなので今回やることとしたら僕の場合は今回ですねみんなの銀行を使って入金か出金まあこれを計3回行えばセブン銀行 ATEM のキャンペーンにまあ参加することができるということですねまあ、もちろん1回でもいいんですけども今回は1人3回までできますんでまあ、せっかくね参加するのであればまあ、上限3回までトライして してみもいいかなと思いますもちろんねみんなの銀行に限らず他のキャンペーンの参加銀行ですね使われても全然いいと思いますんで今回はこのみんなの銀行ですね僕は実際に使ってきたので参考にしていただければと思いますで今回はここに普通預金4741円とありますんでまあこの中にね残しておいてもほとんど使うことがないのでまあ1000円をですね3回出金したいと思いますでみんなの銀行の場合は下からスワイプしたらですねここの ATM 入出金するっていう項目が出てくるのでここをタップして ATM 入出金する で、プレミアム会員のの方でででででああれば出出出手数料無料無こういいっった風にあと何回回までできまままきすすすよって出てますんで今回は右下の出勤を行いますで実際にですね、セブン銀行 ATM の前に立っていただいて、みんなの銀行を使って取引をする場合は、このスマートフォンでの取引っていうところがあるので、ここをタップします。そしたらですね、ここに QR コードが出てきますので、先ほどのスマートフォン、先ほどのみんなの銀行の画面でカメラが起動するんで、 それでその QR コードを読み取っていただくと画面が切り替わりまして企業番号を入力する画面が出てくるのでこれで進んでいただくとセブン銀行 ATM の画面の中で企業番号を入力することが出てきますんでこれを入力していただいて進めますで内容を確認していただいて右下の確認をタッチしていただいて今度はいつも通り暗証番号を入れていただいてまた進みます で、出勤したい金額を入れていただくので、今回は1000円を3回出勤したいと思いますんで、1000円と入力して確認をタッチします。しっかりとね、こんな風に1000円が引かれてるのがわかるので、これでバッチリね、1000円が出勤できたということでございます。で、取引をしたらですね、右下にですね、この後セブン銀行からお得なご案内がありますということで、まあ、画面を進んでいっていただくと、ご覧のようなありがとうございましたという風に出てきます。で、右下の QR を表示と出てきますんで、これをタッチすると、そしたらですね、さらに QR コードでですね、スマートフォンで読み取るタイムを が出てきますんで、ここでまあ、ご自身のね QR コードを読み取るまあ、アプリであったりとか、まあ iPhone の場合はまあ、カメラを起動してそのままバーコードを読み取ることもできますんで、まあ、普通に読み取っていただいて、その時に気をつけてほしいのは表示時間が決まってるんで、まあ、30秒しかないんで、もし間に合わない場合はこの QR 印刷を行えばこの QR コードが出てきますんで、それをタッチして印刷を行ってください。で実際に読み取るとこのセブン銀行の 友達追加、LINE で友達追加の画面が出てきますんで、その時に追加をタップします。そうするとこんな画面が出てきますんで、ここにシリアル番号が出てるんですよね。で、これで実際に送信をしたらですね、まあ、アンケートに答えてくださいとできますんで、このアンケートのところですね、タップすると、まあ、アンケート入力画面が出てきます。で、年代性別を教えてくださいということで入れていただいて、で、次に、セブン銀行公営店も普段利用される理由、または今回利用した理由を教えてくださいということで、複数選択可能ということなんですけども、僕が選択したのは、ま、手数料が無料で使えたり、 とかまあ、他の ATM ATM に比べてセブン銀行が使いいい,いやすからととうこで、に、ね、セブン銀行 ATM はは圧倒的に僕の中では一番使いいいやすすかなと思いますでさらにまた下に進んでいっていただくと、最もキャンペーンに応募したくなる景品を教えてくださいということで、まあ、どれでもよかったんですけども、僕は今回ですね、セブン銀行 ATM を3回ご利用いただいた方の中から抽選で、鮮明に5000円相当の景品ということで、これを選択して、下に進んでいっていただいて、あとは、この応募規約に同意して応募するという風にタッチして、 気になる結果はじゃんということで残念ながら落選となりましたということでまあ、1回目なんでねまあ、こんなもんだろうということでまあ、覚悟はしてたんですけどもちょっとその後にですねまあ,あの同じように取引を行ってまぁ、あ、1000円を3回下ろしてまあ、自宅でねこの QR コードの表を持って帰ってきて実際に抽選に参加したんですけどもまあ、気になる結果はじゃんということで残り2回とも外れでございました ということでね、今お伝えしたキャンペーンの内容をまとめると、キャンペーンの期間は9月の30日までで、特典の内容としては抽選で7000名様に、まあ、現金1000が当たったりとか、7面目。 7万名様にお茶が当たったりとか。で、参加条件としたらですね、セブン銀行エーテムで対象の銀行口座を使って、引き出しとか預け入り、振り替えローンとかであったりとか、まあ、そういった取引を行うことで参加することができます。特にね、金額の指定とかはないので、基本的に誰でも参加することができます。対象の銀行なんですけども、今回お伝えしたみんなの銀行であったりとか、まあ、結構前に動画でも紹介したペイペイ銀行とか、まあ、こういったところが対象の銀行でございますんで、まあ、これに限らず普段からね、ご自身が使っている銀行がもし入ってれば、そこを使っていただいても結構です。で応募 上限は1人3回までなので、まあ9月の30日までなのでここまで誰か1人ぐらいが当たる計算になってるのか僕も正直わかんないんですけども日を分けてまあ参加してみていただいてもいいですし、まあ、僕の場合はねもうすぐに3回トライしてまあ外れちゃったんで。 ま、どこで当たるか分かんないんですけども、まあ、ぜひですね、この日までの間に、気長にぜひ参加してみてください。まあ、そんなこんなで今回は、セブン銀行 ATM ご利用感謝キャンペーンということで簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。まあ、すでにね、このキャンペーン自体はもう始まって約1ヶ月弱ぐらいは経っているんですけども、ぜひですね、まあ、このキャンペーン当たりましたよとか、お茶当たったよとか、1000円当たったよっていうね、方がいらっしゃればコメントでいただけると、ちょっと面白いのかなというふうに思っております。で、今回お伝えさせていただいたキャンペーンの公式リンク、そして過去にね、紹介させて いいただいただみんなの銀行についての解説動画もリンク貼っておきますんで、詳細気になる方いらっしゃいましたら、チェックしていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。